健康情報などをシリーズでお伝えするコーナー、保健センタータイム。今回はがんを予防するために生活をちょっと振り返ってみましょう、お送りします。皆さんこんにちは。暑い日が続きますが、体調を整えて健康管理には十分気をつけてくださいね。毎年9月はがん制圧月間です。そこで今回はがんを予防するために生活をちょっと振り返ってみましょうをテーマに、白餅くんと一緒にお送りしたいと思います。白餅くんはどのくらいの割合でがんにかかる人がいるかわかるかな？5人に1人くらい？実はもっと多いんだよ。日本人のおよそ2人に1人ががんにかかると言われています。がんは身近な病気になってきています。がん細胞は正常な細胞が細胞分裂をするとき、何らかの原因で遺伝子に傷がついて正常な働きができなくなったものです。白餅くんは一つのがん細胞が1センチになるまでには何年かかると思うかな？乳がんの場合を例に、1、3年、2、5年、3、10年、4、15年。2番の5年かな？うん、5年もあれば1センチの大きさになると思うかもしれないけど、もっと長い時間がかかるんだよ。答えは4の15年です。かなり長い時間があるように思われるかもしれません。でも1センチのがんが2センチになるまでには2年もかかりません。1センチ以下のがんを検査で発見するのは困難です。ですから早期がんの1センチから2センチのうちにがんを見つけることが大事です。少し大きくなったがんは成長するのが早いんだね。だからがんを早期に発見するには年に一度のがん検診を受けることが大切なんだね。そうだね。検診を受けて自分の健康管理をすることは大事だね。それからもし検査の結果で精密検査を受けることを勧められた場合は、必ず受診することが大切です。検査の結果は異常なしと診断される場合もありますし、がん以外の疾患が見つかる場合もあります。勇気を出して詳しい検査を受けてください。精密検査を受けるまでが検診だね。そうだね。津市では医療機関で行う個別検診と施設などで行う集団検診を行っています。毎年検診の終わり頃は大変混み合いますので、早めの受診をお勧めします。また英語版の検診のお知らせができましたので、ご希望の方は保健センターへご連絡ください。ところでがんにならないために気をつけることはないの？そうだね。がん予防にもなる生活習慣のことも考えてみましょう。白餅くんはがん予防8か条を知っているかな？聞いたことがないな。それなら一緒に一つずつ確認していこうか。1. タバコを吸う人は禁煙し、吸わない人は他人のタバコの煙を可能な限り避ける。タバコは吸っている人以外にも影響があるんだね。うん、そうなんだよ。タバコの煙には有害物質がたくさん含まれています。もし家族の中でタバコを吸っている人がいたら、家族の健康を守るためにも禁煙を進めるといいですね。 2. 適度な飲酒を心がける。飲まない人は無理に飲む必要はない。どのくらいが適度な量なの？日本酒で1日1合、ビールで中瓶1本が目安です。もちろんお酒が飲めない人は飲む必要はありません。3. 野菜や果物は1日 400g 摂取する。400g ってどのくらい？
1日の野菜の摂取目標は 350g と言われているよ。両手1杯の緑黄色野菜と両手2杯の単色野菜が目安になります。それと果物を合わせるといいですね。4. 塩分の摂取は最小限にする。最小限の量ってどのくらい？成人の男性で 9g、女性で 7.5g と言われています。薄味に心がけるといいですね。 5. 定期的な運動を継続する。毎日歩いてるけど、それだけでもいいのかな？すごいね、白もちくん。毎日続けることが大事だね。運動を始める前にはストレッチなどで十分体をほぐし、水分補給も忘れないようにしてくださいね。6. 適正体重を維持する。適正体重はどうやったらわかるの？適正体重の目安は身長から計算できるよ。適正体重、身長×身長×22です。その他に BMI という体格指数を表すものもあります。 BMI 体重割る身長割る身長で計算し、22前後であると病気になりにくいと言われています。 7. 熱い食べ物や飲み物はできるだけ避ける。熱い飲み物は冷ましてから飲む。熱い食べ物や飲み物が癌の原因になることがあるんだね。そうだね。熱いもので火傷をすると細胞が傷ついてしまうからだね。 8. 肝炎ウイルスの有無を知る。陽性の場合は治療する。肝炎ウイルスってどうやって調べるの？血液検査でわかるんだよ。津市では40歳以上の人に肝炎ウイルス検診を行っています。過去に検診を受けたことがない人が対象になります。がん予防って特別なことじゃなくて、自分でもできそうなことがたくさんあって安心したよ。うん、よかったね。これからも続けていこうね。皆さんも大切な命をがんから守るために、できるところから少しずつ始めてみてください。また、がん予防8か条は、がんを予防する以外にも、糖尿病、高血圧、脂質異常症やメタボリック症候群などの生活習慣病の予防にも効果があります。ところで白もちくんは、津市のピンクリボンマークを知ってる？知ってるよ。がんの早期発見、早期診断、早期治療の大切さを伝えるシンボルマークのことだね。うん、このピンクリボンはたくさんの人に知ってもらえるように車につけたんだよ。この車を見かけたら、自分や家族や大切な人のがん予防について考えるきっかけにしてもらいたいと思います。今回の保健センタータイムは、がん予防をテーマにお送りしました。それではまた、さようなら。